シューマイを包んでいきます。こういうふうに手を輪っかにして、ここにシューマイの皮を乗せて少しへこませます。ここに適量を取って詰めていきます。こんな感じです。で、器の上にクッキングシートを敷いたものの上にこう置いて、ちょっと底を平らになるようにちょっと押さえてもらったらいいと思います。じゃあもう一個作っていきます。こんな感じです。それでは蒸していきたいと思います。フライパン、蓋付きフライパンか、こういう平たいお鍋とかがあれば、お鍋で蒸せます。で、ここにキッチンペーパーを敷いて、まあ、器を置きます。で、ここにお水を張ります。まあ、器のギリギリまでしっかり入れてもらうと、後で水、お湯を足さなくてもいいので、で、ここで火をつけていきます。沸騰しましたので、開けます。で、ここに先ほどのシューマイを置きます。気をつけてください。これで蓋するんですけども、このまま蓋をしてしまうと、水滴がここにいっぱい、落ちてしまうので、ちょっと菜箸で、斜めに、こっちからこっちに下がる感じにして、水滴をなるべくこっちに行くようにします。これで中から強火でボコボコと10分から12分蒸してください。10分経ちました。こんな感じに蒸し上がっております。ぜひ試してみてください。